おはようございます。5月8日水曜日朝6時の相場解説です。今日は昨日の続きになりますけども、え昨日はね、ねじれ状態にあるっていうことをお話しさせていただきました。しかし、昨日1日でですね、ねじれていた4時間が実は1時間に影響を受けて、上昇トレンドの強化に加算してきたということなんですよ。 こうなった上は今度はね、4時間が冷やしの方を上昇トレンドに強化させることも大いにあるかなっていうところですね。はい、まず冷やしからお話していきましょう。ことの始まりは、下落が起きて大きな下髭で、その下落が止まったところになります。その次が予想通りの陽線。その次もさらに陽線が出て確定しました。その次、瞬間的な陰線になってますけども、これがもしね、 今日なんですけども、陽線で終わるようになると、これによって赤三平が出て、しかも移動平均線の上に、このローソク足が出ることになりますので、大きな上昇トレンド、冷やしも上昇トレンドになるってことになります。この変化を見ていきたいわけなんですけども、じゃあですね、4時間がどのような立ち位置になっているかをちょっと確認していきますよ。4時間は昨日の段階では、この辺りにあったはずです。で、 通常でしたら、この移動平均線に押さえつけられて、下の方に反発する。つまり、これ下落トレンドの帰りなんですよね。帰りから上に行って移動平均線ぶつかったから、くっついていったから反発して下に行くっていう流れがあるのは、皆さんね、周知のことだと思いますけども、しかしですね、1時間がはっきりとした上昇トレンドだったんで、ここはどっちに向かうかわかりませんよって昨日お話しました。その結果、今、移動平均線を渡りきって、 こちらのよには頭も出てきたわけですよつまりこれから4時間も上昇トレンドに変化すす。るこことなんですこの時点で今日は倍でエントリーすると高い確率で勝つことが分かるという、まあ、そんなところになってますよね。強いて言えば引いて言えばですよ4時間がこのまま上昇トレンドになっていくと先ほどの冷やしも上昇トレンドに変化してそして冷やしのローソク足もね赤で確定するってことが期待できるってのが分かったと思います。 で、1時間軸ですけども、これは完全に上昇トレンドを描いてますね。で、昨日の値動き154円の300以下だったところから、現在154円の600に迫るところまで変わってきています。つまり1日で30ピップソードの上昇を見せてるわけなんですよ。その間に一旦落ち込んでるところもあります。ですんで、売却をここでしたのはとってもいいタイミングだったと思いますし、さらに移動平均線の赤いところにぶつかった瞬間に、 また、反発して上昇することを見込んで倍に入れた方は、二度三度とね、利益を取ったことになると思います。まあそういった上昇トレンドの攻略の方法は、もうこれまで FX 折りやり費でも2年間ずっとやってきましたので、そろそろ身についたと思いますけども、いかがだったでしょうか。それではね、今日も上昇トレンドでガンガン攻めて儲か、儲けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは。